朝ドラ、とと姉ちゃんあらすじ予告第63話森田屋が高崎移転を決断6月15日水放送分危機物語失業してしまったツ子は青柳商店に足を運びましたタキ子に仕事を紹介してもらおうそう考えていたツ子の目の前で 木材問屋組合の集まりから帰った滝子が倒れてしまいます経済統制下で滝子は辛労を重ねていましたその滝子に追い打ちかけるように軍から無理難題の要求があったのです軍用資材に用いられる材木を統制価格の半値で提供せよそんな軍からの通達のショックで滝子が倒れてしまうその一方でソ吉が 軍需産業による公共に沸く群馬県高崎市への移転を決断します森田屋を営み続けるためとはいえ松は総基地の決断に猛反対するのでした